津軽弁と岡山弁の滑らない話。ちょっと待って、はい、津軽弁かつ滑らない話、そうなんです。滑るか滑らないかはちょっと自信ないけど、津軽弁には自信あるよ。まあ、だってあの YouTube チャンネル、はい、バズらせている津軽弁なんで。多分あのだって YouTube って一応こう世界に発信するじゃないですか、はいはい、どこに需要があるんだろうね。でしょこくさんは 何弁？私は岡山県出身で岡山弁です。はい、岡山弁、はい、岡山弁ってどんな感じなんですか？ジャケ、ジャガー。広島っぽい感じですか？広島弁だって言われたら岡山弁だよって。そうだよね、わかるわかるわかる、それはごめんね。一応なんかこう対立軸というか、はいはい、津軽弁と岡山弁みたいな感じだと思うんですけど、はい、うん、あの強敵すぎて、なんかシード校が一個なんか混じってるみたいな。なるほどね、はい、あの草野球チームにいきなりダリーに戻ってしまって。なんで1回戦からシード校なみたいな感じなんですけど。いやいや、あ、私一つ、はい、あの敬語だったら岡山弁出ないので。そうだよね、全然岡山弁話してるイメージないけど、確かに後輩にはなんか言ってる。そうなんです、うん、なので今日はあのタメ口で、うん、エピソードを話します。もう全然いいよいいよ、もう友達に話してるつもりでお願いします。じゃあ諸国さんから引いてもらおうかな。え、いいんですか？もちろんもちろん。え、カレーの福神漬けみたいなポジションですか今日？いやいや、なんでそんなに謙虚なの？なんでなんでそんなに謙虚なの？完全にメインドラヤさんでしょ。いやいやいや、そんなことないよ。まずこちら、お母さんごめんなさいの話。わ、これ一番薄いんだよな。よかったじゃん最初に。あ、そうそうか、最初はそうですね。ちょっと一瞬いいですか？これ無理やり。でも今使ってなかったらそんなにね、急に話せって言われて難しいもんね。あ、なんかこうより増やすとなると、あ、岡山弁のかさ増し、岡山弁のかさ増し。ママ、結婚せられ言うてくれとんのに全然できんでごめん。もう、どねしたらいいんかわからんわ。ごめん。なんか、諸国さんがなんか結婚できないことを心苦しく思ってんな。なんとなく空気で伝わってきた。あの、連れがみんな結婚してしまって。あ、お友達とかってこと？あ、こう、結婚やっこう、いつでもできるじゃろって思っとったんじゃけど、できんな。切実。もうやなんか話が変わってきてるんだけど、滑らない話だよね、そもそも。いや、滑らない話と思って。諸国さんの悩み相談じゃないよね。ちょっとこれはね、全然思いつかんくって。ごめんなさい、もう初回からごめんなさい。全然切実な。初回から切実な。本当にこれ一番薄いんです。本気で腹が立った話。まあこの年になればそうそう本気で腹立つことねんだはんで、そうねんだけども、あの子供の頃から気がねえ気がねえってずっと言われてきて、でこの前スマタンでアンガーマネジメントの話になったら、あのスタッフがアンガーマネジメントの話聞いてこい聞いてこいっていう反応。ま、今でもそう思われてるんだと思って腹立ったな。ああ、分かった。短期ですか、気がね。あ、そう、なんかね、頑固で言うこと聞かないみたいな感じかな、のイメージかな。すごく私も、アンガーマネジメントを知りたがってるイメージがあります。知りたがってる、知りたがってる。あのどっかでアンガーマネジメントを学んだら教えてあげたいぐらいに思ってました。教えて。でもなんかスタッフの入れ知恵、そう、私そう思われてんだなっていう、ちょっとこう腹が立った話でもあり、悲しい出来事でもあり。結局怒ってますね。でもね、そうだね、結局ね。ちょっとじゃあマネジメントをしっかりします。こちら、最近あった恥ずかしい話。恥ずかしいかつデレ嬉しかった話で、あの電車の駅のホームで
い時があってたどたどしくてごめんなさい久しぶりに使いすぎて原稿化してそのまま読みたい。いいよ、じゃあ読んでいいよ。じゃあ台本原稿で読んでもいいんじゃない。でもいいですか、もう最初からそのまま読んでいいですか。頭が悪い日に駅のホームでエロエレーナーも歩けんがってなってしゃがみ込んでしもうたんよ。ほんでしゃがみ込んどったら女の人がどねしたんなら薬あるけ持っていかれあげらって言って、で他の女の人もどけ行くんなら同じ駅じゃけって言って助けてくれたんよ。もうデーレー恥ずかしかったけどデーレー嬉しかった。あー結構あれだね、なんかこう言葉が強めに聞こえるね、なんとか。あー怖いって言われます。あそうなんだ、はい、でもめっちゃ親切なんだよね。あもうこのこのストーリーはね、はい、優しくていい人、はい、めちゃめちゃ感動して。あそうなんだ、久しぶりになんか嬉しくて涙出ました久しぶりに嬉しかったじゃあ、ね、学生時代の若気の至りな話。みんな知ってらがまがねえけどは筑波大学の体育学部で、あのテストの1年生のテストの中に、うん、体の構造っていう、うん、あの筋肉とか骨とかの名前を覚える、うん、暗記のテストがあって、うん、でまた揚げた暗記苦手な班で、あの夜更かしして一生懸命覚えたきゃ、うん、次の日あの寝坊してまって、うん、テスト始まってから起きて、うん、でその単位取れねかったっていう話。大体分かった。分かりました。あ本当？でも、うん、自分は全く使ったことがない言葉でしたね。うん、体の構造？そこじゃない。そっちが。そこじゃ全然。そうだ、まあ、確かに使ったことないですけど。ないよね。そうそうそう。あのなんとかなのでってなんとかだはんでとかっていうこの接続詞、結構あのちっちゃい子が使いこなしてますね。青森行くと。うん。それ。わさけとか、それ私にちょうだいけってちょうだいなんだけどあそれわさけとかわさけっていう、でも全然こんがらがるあそう、はい、そっか。じゃん、本気で腹が立った話。でもちょっと台本見ていいですか。いいよ、もちろんもちろん。諸国さんって腹立てることあるの？ないよ。ないよね。ないよ。ないよね。だからこれもデーレー考えた。あ、デーレー考えた。デーレー考えた。エピソードからデーレー考えた。デーレー考えた。あ、最近腹が立ったのは、せんでって言っとんのに連れにボッケー協定話されたこと。ボッケーって何？すごく。あ、協定は？怖い。怖い協定っていうの？で協定見てて協定って怖いなって時は協定協定って協定協定本当あそう、はい、協定話やこせんでって言っとんのにこうやっちもねえやつらがするんですよ。やっちもねえって何？しょうもないやつら。あそうなんだ、うん、なかなか使わなくない？やっちもねえ。やっちもねえはめっちゃ使います。嘘でしょ。だってやっちもねえ、やっちもねえなってよく怒られてました、小学校の先生とか。あなるほどね。じゃ結構そのしょうもないだけど広いなんかところを網羅してるんだ、そのやっちもね。あそうですね。それで言うと私絶対このそれ標準語でなんて言うのって言われて大抵はその説明できるんだけど、一つだけ、うん、あずましいっていうあの津軽弁があって、うん、なんかねそのあずましいを的確に標準語で説明できないんだけど。どんなシチュエーションなんですか？いっぱい使えるの。例えばなんかその部屋の居心地が良くてわーあずましいっても言えるし、あとなんかこう例えば洋服のサイズがちょうどジャストサイズで、うん、これあずましいなとか、そうだからなんか心地よいに近いのかな。カンファタボ？カンファタボ。そうか日本語飛ばして英語にしたらいいのかそうだね、なるほど、今度それでいくわあげてしまった話、うん、まあ子供を2人入れて、あの
してももう赤ちゃんで寝飯でそうそうママママっていつも言ってるわけでなくて自分でなんか部屋で遊んでたりすることもあるんだけど、まあが洗濯物干して戻ってきたら棚の陰に静かに遊んでて気づかずに、うんうん、わーってこれは最近の我が家のあるあるです。あ、変なとこで遊んどんじゃん。なんだ。で、静かに遊んでるはんで、で、マラハンドもママってわざと声かけねえのよ。わざと声かけねくて、もうなんか黙っとくべしみたいな。ちょっと後半からよくわからなくなりましたね。マラハンドって子供たち？マラハンド。うん、すごいなんか。急にカタール行っちゃったって分かんないけどなんかワラハンドワラハンドワラハンド結構学校の先生とかもワラハンドワラハンド何度かすればマネーとかっていうマネー、うん、あマネーっていうのはあのお金ではなくてお金ではなくてダメだよってマイネーってへー小国それセバマネてみたいな感じで使う感じかなよかったらいいよ使ってそれは友達てかタメ口なんですかそれはちょっと待ってタメ口とかないのかあでもタメ口あ、うん、私からは達田さんへは行って OK、まあ、達田さんなら OK あれぐらい気さくなら OK どうでしたやってみてでも私個人的には反省しかないですなんでちょっと待ってそんなね多分ね真面目に反省する仕事じゃないから大丈夫だと思う多分ねそうそうある仕事じゃないから難しい、まあ、シード校と当たった弱小校としては一矢報いたい一矢1点でも取りたいじゃないけどでもこれ本当にコールドゲームですいや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 でもねそんな勝ち負けじゃないから言語だからだけどね津軽弁はどうなんでしょうねなんかでも本当にさみんな何に興味があってるのかコメント欄にお願いします一体津軽弁の何が楽しいと思ってるのか読売テレビアナウンサーチャンネル登録者数10万人を目指しとるけん登録せんと応援よして皆さんこれ面白いと思ったら高評価のコメントここさ書いてけ